回はですね、このスネアを使った多彩なテクニック、これをですね、ご紹介しようと思います。皆さんこの、ドラムという楽器、非常にですね、シンプルな楽器で叩けば音が鳴るんですが、この革のヘッドの張り具合だったり、チューニングの仕方、もしくは叩く場所、角度、様々なところでですね、こういろんな音が出せるということ、これをですね、皆さんも知っておくと非常に便利で、表現豊かな演奏になると思います。ただですね、こう中心をバカバカ叩いていたり、こうガンガンシンバルを鳴らしたりとかですね、まあ、そういったジャンル、例えばヘビーメタル、ロックとか、まあ、そういうジャンルならではの叩き方もあるんですけども、とても繊細な楽器でもあるので、ここをですね一つしておくととても面白いと思います。例えばですね、このスネアに関してもこのスナッピーと呼ばれるもの、裏にこうジャラジャラついている、これですね、これを外すオンオフでこうスイッチを切り替えるだけでも、こうラテン系のパーカッションとして、音の違いが出せますよね。まあ、これは皆さん、よくご存知だと思うんですけども、実際ですね、これを、演奏で使い分けるみたいなこと、これができているかどうかですね、まあ、実際、まあ、音の変化としてはこんな感じですよね。今のでもですね、お分かりになったでしょうか。こう例えばミュートをする時の音、このミュートをする力の入れ具合、そしてミュートする場所ですね、これでも、全然音が違ってきます。叩く場所、これでもですね、全然違いますよね。パーカッション、こうリズムを聞かせるのか、実際のクローズリーでこう鳴らすのかみたいなところ、これでもですね、全然ラテン系のリズムが作り出せます。例えばこれを、スイッチオンオフで切り替えたり、してですね、
ような感じでですね、全然こう音が違いますし、もう今のスネアだけでも、かなり音色を変えられたと思います。まあ、これで、いろんなことが表現できたり、まあ、このタム自体もそうですよね。例えばこんな感じで、すごく、多彩に使いますよね。こういうところで、ソロをですね、皆さんもやっていたり、まあ、今、かなりソロでトゥーマッチだと思うんですけども、こういったテクニックをですね、こう少し、見せる。で、やはり楽曲と馴染ませるために一体どんなメロディーで、どんなリズムをしているのかっていうところを、深く考えながら、一体どの音色が合うのか。みたいな、こう、いろいろ試行錯誤をしてみると、とても面白いと思います。なので皆さんもですね、こちら、まずはスネアから始めて、一体どこを叩いたり、どんな音が出るのかっていうのを実験的にやってみるといいと思います。そんなわけで、また次回お会いしましょう。